ラジウム冷泉輸出記念碑は、神奈川県横浜市港北区村長に、津波温泉発見を記念して1933年3月に、建立された石碑。津波がかつて温泉街として栄えた辞席を訴える資料の一つである。石踏みが立つのは、東急東横線、津波島駅のある津波島地区ではなく、鶴見川の南側にある樽町地区である。1914年、 樽町地区の住民、葛省、稲や加藤家の井戸から赤黒い水が湧き出した。赤い水の発見者は北綱島村の高能、飯田家とも言う。テトロドトキシン発見者として、著名な薬学博士の田原吉澄が赤水を、検査したところラジウムが検出され、光線と認定された。綱島地区でも光線が掘られ、1917年、光線を沸かして温泉化し、 最初の温泉旅館が開業する。1926年には東京横浜電鉄の津島温泉駅が開業する。以降、次々に旅館が建てられ、最盛期には80軒を超える東京の奥座敷となる。東京横浜電鉄自体も1931年に浴場の経営を手掛けた。1932年、温泉発見記念飛根流の構想が持ち上がり、 発見場所の井戸所有者、稲や加藤家や飯田家などの地元有力者が集って働きかけ、当時の横浜市長、大西一郎に、非分記号を依頼する。1933年3月に混流され、4月10日に、除幕式が開かれた。温泉街として栄えた、津波島も、1960年代以降、東海道新幹線開業などで熱海など、 遠方の温泉に人気が集まる中で客が減り、旅館も減少して衰退した。現在、ほぼ全域が住宅街に変貌し、日帰り入浴施設やいくつかの銭湯がその名残を止める。津波島がすっかり住宅地化した中、石碑は管理するものもなく、合掌、根や跡地付近にひっそり立ち続けた。2018年12月、同地で工事が始まり、石碑は撤去。 処分されることが決定する。一両日中に撤去されることを付近住民が知って、神奈川県議会議員と一緒に通報、12月1日に議員らは工事業者と相談の上、石碑を引き取り、リアカーで搬出の上、保全した。真一発で破壊を免れた石碑は、県議会議員と地元有志により移設先が選定され、2019年2月15日、 近くの国有地に再建された。公益財団法人、大倉精神文化研究所、第62回、津島温泉の記録、その1、w w w o k、ok、u r a k e n o r j p 2 0 1 9年3月13日閲覧。ab、公益財団法人、大倉精神文化研究所、第65回ラジウム冷泉輸出記念日。 www.okuraken.or.jp2019、ok、年3月13日閲覧。官報、開港の広場第140号、横浜開港資料館。www.kaikou.city.yokohama.jp2019、ok、年3月13日閲覧。85年の歴史紡ぐ、綱島温泉の石碑が消えた。 民有地史跡の保存へ尽力を。横浜日吉新聞。2019年3月13日閲覧。太閤峡近くに、津島温泉の石碑が復活。樽町の町内会が奔走し、津島の有志も協力。横浜日吉新聞。2019年3月13日閲覧。東京園の復活は幻の楽園、津島温泉の痕跡を追う。 ありがとうございます。